さあ始まりました。はい、1回戦じゃない、1試合目か。用意が整いました。ビーチバレークラブ選手権大会2018のスタートです。ピー、レフトがリョウ、ライトがハロさんそして1本目のミスからのミスったアヤ、アヤだっけ、タモリさんが死んじゃった、アヤだよね。で、ライトじゃない、レフトバックがお嬢、チロルズなんかは知りません。キョウ、おおおお、いやりゃ、開けましょう、欲しいのなら。確かに、なんてチームやろ、カラフルーズかな、あの曲ヘイリクトマッサー、ワオ、あれかな、同好会っぽいね。ああ、なるほど、なんかぽいぽい、人がいっぱい降りてるんで、同好会おお、吉村、邪魔の皆さん、おはようございます。飛行誰と、飛行機か、飛行機がライトやろ。なんで俺昨日の打撲で飛べん、マジで。あら、飛ばでさえ飛べん、それな、もうネットから手出ませんよちゃんと飛ばんでいいや今日楽や。確かに、いつもブロックできんとに無駄な体力使うけんね。なんかハロちゃんが下のバットみたいな長いやつ履いてるの珍しい。ああ、確かに、ちょっと寒いと思ったんですかね。俺も寒いと思ったらこの暑さだし、今日は影寒い。ああ、そういうことか。46チェンコです、勝ちです、イエーイ、勝ちました、ジューステース、ヒョウ、同好会戦は出る、ミノルがメールしとけば出ます。ミノルと出ると、あ、もう誰も組む人なかったんでミノルでいいかなみたいな。じゃあミノルと2人で、当たり前じゃないですか、チームで。女子誰もいないんじゃないですか、わかんないですけど、多分2バックだと思うね。そんなんあり、わかんないです、もうミノルに全部任せたんで、俺とミノルで一勝したらおごってくださいね、なんか。嫌です。なんで、同好会やな、不安があるから。確かに。午前中いかんわ、ただ午前中あれやろう、お茶でやるみたいな。ああ、確かに、俺も午後から行こうかな。やる気出やんな、なんか。最近、チロなかったやん。はい、そのせいで、なんかもうバレーできなくなった。そんなに？そんなに変わります？なんか、あ、俺室内ベレーやってたからかな、あ、室内ちょっとやってました、遊び程度の室内。うっ、なんかいや、あいつ全然本気出してないや。南山、そして谷山、ていうか俺今日マサさんと当たるんすよ。マジ、はい、弱いよ。いや、コアラスよ、大木さんらしいです。だって、勝つ気やろ。どういうこと、ブロックで終わりや
タクヤうんこ行って戻ってきましてた後にうんこ長すぎやろ。タクヤうんこ長い、あいつ漏らしたんじゃない。来た来たし、今ちょうどタクヤうんこ遅くねって漏らしたんじゃないって言ったら変わってくれる。変わってくれる。はい、うんこから帰ってきました。大浦タクヤくんうんこね。手は洗ってません。手は洗ってません。洗う癖がありません。洗う代わりに舐めてます。トイレットペーパーがなかったので。うわギリギリでした。もう最初から洋式のトイレに少ししかねえと思って、で和式の方も少ししかなかったから、和式の方からちょっとさらってで、ギリギリ。1年生から敬語使われたけど、俺使ってますよ一応。別に使わないでいいっすよ。舐められても、別に舐められてもいいっすよ。舐められても、あもうそれは別にどうでもいいっすよ。舐めていいですか。いや、ダメ。物理的にやめてくれんかな、本当に。おぉ、めっちゃやる。なんか昨日話したように、なんかあっち系のやつらは1年またいでくるみたいな。男好きの人は俺らの代男好きはないやろ。どうだ、はい、で、金良太郎さんは男好きやろ。で、俺らの代はないやろ。で、勝家と今年は豊作さん、まあ来年はなんてことやけど、ほら、2個がおるってことちょっと話してるな。え来年男好き入ってこんのか。食べるつもりな。食べないんですか。このチームバランスいいな。やっぱりバランスいい。おお。これちゃんとしたこれ安定そうね。これ村があるけんな。ジャンプトスとかひどい。逆に俺ジャンプトスじゃないと上がらんときも調子のムラザーだ。うわナイスさ。うますぎる。入ってたかな。アリオのバフマン雰囲気出とるね。原さんのサーブが続いております。上の吹き方が違うもんね。マッチポイントです。力入ってる。マッチポイント見て踏みました。踏みましたね。ラインクロスしてラインクロスしてアウト。2点分やな。俺よくしますよ。ラインクロスしてネットにかけることが多々ある。うまい。うまい。これ3点分。8対21で勝ちました。お疲れ様です。お疲れ様です。